Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear カリンちゃん。Happy birthday to you.はい、ということでこんにちは。今日は2021年7月16日の金曜日でございます。はい、ということで本日はですね、 NMB48 の現キャプテンでございます、小島かりんちゃんの誕生日でございます。おめでとうございます。はい、ということでおめでたい話でございますけれどもね、拍手喝采も沸き起こりましたけれども、はい、そうなんですね。本日7月16日は、現キャプテン、小島かりんちゃんの22歳の誕生日でございますと、本当におめでとうございますと、そういう話なんでございますけれどもですね、今回の動画はですね、そんなかりんちゃんの誕生日をお祝いしつつですね、まあ、僕が思う僕なりのかりんちゃんの魅力について語っていきたいというふうに思います。前回ね、前回の動画がね、山本さやかさん、さやかちゃんをね、取り上げたと、そういう感じでございましたけれども、なんとね、新旧キャプテンが2日違いということでね、いや、本当にびっくりする話でございます。ということでね、まあ前回さやかちゃんの時のような感じの動画になるかなというふうに思いますんで、2つともね、合わせて見ていただけると嬉しいなと思います。まあ新旧キャプテンですからね、ぜひとも合わせて見ていただければというふうに思います。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでそれでは早速魅力の方を語っていきたいというふうに思いますけれどもですね、まあかりんちゃんの魅力本当にたくさんあるんですけれども、本当初期の頃からまあ私見させていただいてたんでね、まあ5期生の、加入当初から見ていましたんで、ああ5期生5周年おめでとうございますと、まあそんな感じでございますけれどね、まあその当時から見てましたけれども、その当時からダンスはねすごく好評というか、本当に素晴らしいものがあったなというふうに、まあ、僕自身は感じてました。ですんでね、まあ一番目に出てくるのはダンスかな。やっぱりね、かりんちゃんはダンスすごくお上手だなというふうな印象を感じます。まあやっぱね、ダンサブルに選ばれるのも納得だなというふうに個人的には感じております。まあやっぱね、かりんちゃんといえば、まず、まあもちろん今ではいろんなね、魅力あるんですけれども、まず浮かんでくるのはダンスなんかなと。まあ初期の頃からね、そのダンスというものに魅力は、かりんちゃんはすごくあったというふうに思いますんで、まあそういう部分は浮かんでくるかなというふうに思います。でまあそれ以外で言いますと、そうですね、まあ本当にね、いっぱいありすぎて何から言おうかっていう感じになってるんですけど、まあ加入当初から結構あっさりとした性格だったもんでございますから、まあ、いずれ将来的には女性のファンの方も増えるんかなっていう予想をしてたんですけど、まさかここまで増えるとは思わなかったですね。いや本当にびっくりしておりますけれど、いやかりんちゃん本当に女性のファン多くないですか。いや本当にね、僕それすごく感じまして、まあ最近ね、まあ昨年の春頃かなあたりにね、ショートカットにしたというのもあるじゃないですか。ほらこれね、いや本当にね、このかりんちゃんのショートカットがすごく似合っておりましてですね、まあね、ショートカットする子って基本的には似合うんですけど、みんなね、かりんちゃん特に似合ってるんじゃないかな。いや本当にね、素晴らしいなというふうに思うんですけど、本当ショートカットにしてからというものの、本当女性のファンが一気にかりんちゃんの虜になったんじゃないかなというふうな、そういう印象も感じます。いやだから本当にね、新旧キャプテンということで、まあ昔のキャプテンは山本さやかさん、さやかちゃんだったわけなんでございますけど、さやかちゃんもショートカットにしてから本当女性のファンがついたような、まあ僕のイメージなんですけどね、それは印象なんですが、いうふうに感じますんで、まあやっぱね、新旧キャプテンともにやっぱり女性受けするタイプなんだなっていうふうな、そういう印象は感じております。でですね、まあこないだですよ、まあ特にそれを感じたのがね、テンゲージレオ、もうこれで女性のファンならね、キャーってなるんじゃないかなと思いますけどね、あれはかっこよかったですよね。まあね、生配信でファンの方にね、テンゲージレオの読み方を実は教えてもらったんですけど、無茶苦茶公演をね、ちゃんとは見れてないんですよ。頭からケツまでしっかり見切れなかったんで、まあ飛ばし飛ばしで見てたもんで、ちょっとその部分は見れてなかったんでね、ほんとそこはちょっと申し訳ないという感じだったんですけれども、あれもかっこよかったですよね。なんだろうな、かりんちゃんってほんと、
可愛らしさももちろんあるんですけれども、やっぱかっこよさかな、それが本当にかりんちゃんの魅力なんじゃないかなというふうに僕自身は感じております。まあ、だからやっぱ女性のファンの方も多いですし、そのかっこよさで、女性ファンを虜にし、そしてまあ喋りはね結構上手なので、まあやっぱりね男性のファンの方も、あ、かりんちゃんしっかりしてるなっていう風に思えると言いますか。だからね、男女ともに魅力を感じることができる、そんなメンバーなんじゃないかな、そんな子なんじゃないかなっていう風に、まあ、僕自身は感じております。これも似合いません、この衣装。これね、おそらくさやかちゃんのお下がりというか、まあお下がりというのも変ですけどね、まあさやかちゃんのね、あの夢のデッドボディの衣装をそのまま着てるんでしょうけど、すっごい似合ってませんか。いやね、これもびっくりしましたよね、ココ展がね先日行われたわけでございます。まあ動画にしましたんでちょっと長いですけどね、ぜひともご覧いただければというふうに思うんですが、そちらの方でですね、ココ展、なんとかりんちゃんがね夢のデッドボディを務めたわけですよ。いやいや、ほんまにこれはかっこよかったし、かっこよかっただけじゃないですよね、ほんとエモくないですかね。もともとかりんちゃんってさやかちゃんのオタクじゃないですか、さやかちゃんファンじゃないですかね。そんなかりんちゃんがさやかちゃんのユニットを引き継いだと、受け継いだと、歌い継いだというね、いや本当にこれ以上のねエモみはないですよね。本当にそう言っても過言ではないぐらい、本当にかりんちゃん素晴らしいなというふうに思うわけでございました。いやあれはね、僕個人的には思いましたけど、まあギターは不慣れだったかもしれませんけれども、その中でもね本当に一生懸命頑張ってたと言いますか、全然ちゃんと弾けてたんで、いや素晴らしいなと。いや普通に僕あんだけ弾けないですもんね、あんなお客さんのたくさんの前でね弾けて言われたらなかなか難しいですし、いや本当にそういう中でね本当に一生懸命頑張ってるなっていう、あ、それも魅力だな、かりんちゃんは一生懸命さも魅力だなというふうに思います。まあね、あの京セラドームに立ちますっていう発言はあって、ただ不安も襲ってくると、まあ、その気持ちもねすごくわかりますし、ただでもね本当にかりんちゃんのその一生懸命頑張ってる姿をね、まあ、ずっとね僕たちファンに見せ続けていれば、おそらく京セラドームっていうのは実現するんじゃないかなと僕は思いますんで、まあね本当に焦らずゆっくりとね僕たちと一緒にね歩んでいけたらいいなと思ってます。まあかりんちゃんも本当に重荷に思わずに、いてほしいなって僕個人的にはそういう風に思いますけど、いや本当にね、まあ、キャプテンだからプレッシャー感じることもね結構あると思うんですけど、まあ本当にそこまで思いすぎずにね行ってほしいなという風に思います。まあそれがねかりんちゃんの良さだと思いますんで、なんだろうな、まあ、あんまり、プレッシャー感じすぎずに、かりんちゃんらしくね、かりんちゃんなりのキャプテンをね、まあもう最近めちゃくちゃ やれてますけれども、まあ本当に重荷に思わずにやってほしいなというふうにも思います。まあね、かりんちゃんの魅力を上げ出したら本当キリがないですから、いや本当すごいんですけど、まあかっこよさもあり、で、そして可愛らしさもあり、で、僕個人的にもう一つ思うのがね、あのリアクション芸人みたいなことができるんですよね。ちょっと表現まずいかなと思うんですが、いや本当にリアクションのお上手な方だなって思うんですよ。あの特にビリビリペンとか、ビリビリペンではないな、あのビリビリグッズのね、あの下りコーナーがあるじゃないですか、あれのリアクションは秀逸ですよね。本当かりんちゃん素晴らしいなって思うところなんでございますけど、まあ、バラエティ力もある程度持ってますし、かっこいいし、そして可愛らしさも持ってますし、まあ何よりもまあ初期からダンスの評価が高かったということで、まあダンスの上手さもすごく伺えるという、いや本当綺麗じゃないですか。まあダンサブルでね、まあ本当ダンサブルは皆さんも上手なんですけれども、本当負けず劣らずね、ウーカちゃんとかユーメちゃんとかね、もう先輩の本当にご上手な方もいる中で負けず劣らず一生懸命、ダンスを頑張って踊ってるなという印象を感じますんで、まあそういう意味でも本当にたくさんの魅力が詰まってるキャプテンだなというふうに思いましたね。はい、本当に素晴らしいメンバーだと僕は思います。やっぱかりんちゃんなくしてはね今の NAB48 を語ることはできないなと思います。まあ当たり前でしょうけど、まあ本当これからもね、キャプテンとして、まあ、さっきも言いましたけど、重荷にねプレッシャーに感じすぎない程度にね、いや本当に一生懸命頑張っていただきたいなというふうに思うと、そういう感じでございますね。
はい、そんな感じでございますけれど、まだまだ喋り足りてない部分いっぱいあると思います。それだけね、かりんちゃんは本当に魅力のたっぷりある素晴らしい NAB48 のキャプテンでございますんでね、これからもぜひともかりんちゃんに目を離さずね、注目していただきたいなというふうに思うわけでございます。じゃあ今回の動画このあたりで締めくくりとさせていただきましょうかね。はい、というわけで今回の動画はですね、本日小島かりんちゃん22歳の誕生日ということでね、改めましておめでとうございますということでございますけれどもね、14日16日がね、14日はさやかちゃんの誕生日、16日はかりんちゃんの誕生日ということで、新旧キャプテンのお祝いを2連続でお届けしたと、そういう内容でございました。いや本当にね、素晴らしいですよね。こんなことあるんやなと、本当に2人は運命で繋がれてるんだなって改めてなんか言うねって話ですが思いますけどね。はい、ほんとそんな感じでございました。いや本当にね、これからも、かりんちゃん、そしてさやかちゃんもそうですけれども、お二人ともにね、それぞれの道で頑張ってほしいと思いますし、かりんちゃん自身はね、まあ、さっきも言いましたけど、本当にかりんちゃんらしいキャプテンをね、まあ十分やってますけれども、これからも、どんどんしていってほしいなというふうに思います。これからもね、かりんちゃんに目を離さず、皆さんもね、NAB48 を応援し続けていただければというふうに思うわけでございます。はい、というわけでね、今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。